せーの、はい、パンクおじさん、パンクおじさんです。あの以前よりですね、ケンケンがうちらばっかり質問を受けてるけどさ、あいつらもちょっと質問攻めにしてやろうぜみたいな希望がありまして、はい、視聴者の皆さんにですね、ちょっとお前みんなちょ神妙な思いすぎるでしょ何聞かれるの質問ぶつけていきたいと思います。ロッキーケンケンの子が好きというところはどこですか？ここに痺れる憧れる的なエピソードがあったら合わせ語ってください。これ恥ずかしいな。これ一言で言うのむずいよね。その店長は結構ドラえもん的なところがあるので、そこもかっこいいなみたいな。何でも出てくるみたいな。何でも出てくるみたいな。急にすごいね、路線が。で、ロッキーさんはやっぱちょっとこう監督的なところがあって、はい、なんかこう、これぐらい僕もまとめられればなみたいな。ああ、ありがとうございます。憧れはあります。ありがとうございます。はい、まあ、一言で言うと、僕は、店長は、無礼なさ。無礼だった。無礼した店長は、もう、芯を持って全くブレない。全くブレないところと、ロッキーさんの柔軟さですからね。ロッキーさんも誰でも、もう受け入れて、なんかもう、取りまとめてくれるという、その柔軟さなんか照れますね。憧れる感じですね。まあ店長はやっぱり、その DIY 精神を突き抜けてるところが、いつもすごいなと思ってて、ね、尊敬してますね。ロッキーさんは、意外とオタク気質なところが好きです。ありがとうございます。なんかちょっとやりづらいですね。南くんへ質問です。ギター1本制作するのに、はい、構想から完成までどれくらいかけて作りますか？これで僕は全然最近ギター作ってないんで、館長に聞いた方がいいと思いますけどね。館長どうですか？南さんに聞かれてる。まあ、きっと僕は。構想からどれくらい時間かけてってことですか？そう。構想に時間かけるんじゃないですかね、最初の。どんなギターにしたいかっていう。製図とか、その作りとか。ピックアップ何乗せてとか考えてから、まあ、ネック作るのに時間かけて、ボディはサクッと終わったらいいなっていうような感じですけど、ちょっとどれくらいかかるかは、ちょっと最近作ってないから、多分めっちゃ遅いと思いますね。皆さんに質問です。最小限の荷物でスタジオに行くときのギターとエフェクターは何を持っていくかお聞きしたいです。はい、てんてんてんと。はい、ギターとエフェクターです、ね。はい。ギターはいつものあの SG。はい。とファズを1個持ってきます。はい、南くん。ああ、確かに僕もギターは、まあ、正直何でもいいですね。ハムのギターだったら何でもいいです。に、うちのファンクファズ1個でいいかな。はい、まあ、自分で作ったストラトだけでエフェクターなんかいらねえ。最小限なのいらない。まあ確かにね。はい、ピロシキさんからの質問です。南さんへの質問です。最近腰の調子はいかがですか？腰の調子いいです。ひろしきさんで何か何回かうん、DM とかでも、ね、やり取りさせてもらって、なんかね、ハリーの人らしい。あ、いいなぁ。受けに行ってないの？受けに行ってない。なんかちょっと遠いんですよね。愛知とかだったら。今度さ、このピロシキさん来てもらって、全員やってもらってと。全員見てもらうのよ。全員見てもらう。全員見てもらって、はい、あ、やばいですみたいな。何年後、腰壊れますみたいな。リペアマン、リペアされるどうか。あ、それいいかもしれないね。ちょっとピロシキさん、もし可能であればこれ、いや、そうですね、遊びに来るついでに、もし全員の体をちょっとこうスキャニングしていただいて。藤田館長来ました。はい、バイギブについてたギブソンの基盤ピックアップの音について率直な評価を聞かせてください。なんでそれ、なんかほらでも正直あんまり弾いたことないような気がする。それは店長に聞いてもらった。あ、でも野上さんも何度か弾いてる。そうです。まあ、ちょっとブーミーな感じはありますけど、まあ、全然いいピックアップなのかなと思います。本当か？まあ、ブーミーだけでいいピックアップなんです。だいぶ。南くんに質問です。東海のレスポールのファンクモディファイの完成形を見てみない気がするんですけど、どうなりましたか？まあ、あれもなんか、ファンクモディファイという話でも最初はなかったんですけどね。ただ、メンテナンスしてったらいい感じになるよっていう動画を作ってて、まあ、ちょっとやること増えちゃっても、それどころじゃねえと。それどころじゃなくなってきてますね。でも結構この問い合わせでもらうんで、まあ、なんかやんなきゃいけないなっていう気はしてます。なんか配信やっててもさ、めっちゃなんか書かれるよね。あの東海どうなりましたか？相当前じゃないですか。1年半くらい前じゃないですか。小岩時代ですよね。もう俺が一番気になってないですから。
確かに。お三方しか知らないロッキーさんとケンケンさんの意外な面、裏話が聞きたいです。でも見たまんまだよね、多分動画の。そうですね。ロッキーさんの裏話は、その動画撮影の後の打ち上げで一番最初に帰る。普通の話です。まあみんな知らないから。そうそうそう。そういうことですよね。そういうことだね。最後まで残るのは、まあ大体野上くん。もうね。か、俺か。最後の光景がね、目に浮かぶんだよね。光景どうなってるかが、みたいな。館長もロッキーさんと一緒に帰る。そうですね。すね館長は帰りたいんだろうなって思うから、俺いつも誘うんだよね。そうね。藤田さん、質問です。リペアマンになるまでの経歴が気になります。何かの配信で現在藤田さんは35歳と伺っており、35歳ですか。今36です。36、ESP 卒業後にケンケンさんから小岩ファンクで働かないかという打診があったそうですが、そうなりますと年齢的にリペアをやられている前にサラリーマンとか何かをされていたんでしょうか。私もリペアマンという夢があり、藤田さんのご経歴に大変興味がありますと。藤田君はだから広島ですよね。はい、広島にいたんですよね。はい、大学も卒業して。そうです。広島にいて、でなんか上京して ESP 入って、楽器屋さんでバイトしてここに来ちゃった。そうです。30で上京して ESP 入ったと。はい、そうですね。でも ESP のクラフトがたまにこう、うん、年上の人がいるよね。なんかいますね。あの特にお茶の水の方は全然もう年齢関係ない。高卒で入る人がまあ半分ぐらいな。ああ、専門学校じゃないですもんね、確かに。うん、リペアマンはもうなろうと思ってなかなかなれるもんじゃない、うん、タイミングですかね。そういう意味ではむしろ南さんの方が結構特殊な。 ESP を卒業するときに、うん、まあ就職するかどうかみたいな話で、うん、でもなんかバンドって多分今しかできない気がするなと思って、うん、とりあえずバンドやろうと思って何もしない方向に行ったんですよ、うん、卒業だから就職しない、うん、で行ってバンドやって、うん、ここに出会ったのが、ここだからその小岩ファンクに出会ったのは、うん、もう結構ね後なんですよ。もう卒業してから多分5、6年経ってぐらいだから、もうめちゃめちゃブランクがあった状態で、うん、小岩ファンクのねツイッターにフォローされたんですよ僕は、うん、で、あ、こん新小岩にあんだと思って、僕新小岩住んでたんで、うん、で行ってなんかこう仲良く話して一緒にご飯とか連れてってもらって話してたら、なんかちょくちょく仕事をさせてもらえるようになって、うん、なんか気づいたらなんか YouTube もなんかだんだん伸びてきてて、うん、なんか仕事ちょっと増えちゃったから結構もう南くんいないとやばいかもしれないってなっているようになりました。なんか俺がきっと同じくらいタイミングだよね。そんぐらいです、そんぐらいです。だからまだ YouTube の登録者数500人も、うん、全然行ってなくて、500人行ったわーいみたいな時に、なんか僕はだから見習いみたいな感じだったと思いますね、うん。2、3回目くらいにした時に南くんいたから、うん、あ、それ2、3回目だったんですか。じゃないかなと思うけどね、うん、もうあんま覚えてないけど。だからまあこうタイミング、まあ館長そう、うんと、まあそう、僕もタイミングなんですよ。タイミングと出会いもありますよね。そうですね。販売店とかにリペアマンで入っても全然リペアさせてもらえない人とかも結構、うん、まあ、いるんで、うん、なんとも言えないですけどそんな感じですね。そうですね。野上くんもね、なんか気づいたらみたいな感じですもんね。あ、そうですね。あの、まだ YouTube とかもやってなくて、あの、ホームページもなかったんですよ、当時。うん、ブログとかやってる頃に、近所に住んでて、歩いてたら見つけて、そっからの。みんな近所住んでるんだよ。上京した時に住んだのが新小屋だったんで、うん、お、なんとこのお店っていうのがきっかけですね。まあ、タイミングとか、出会いとか大きいですよね。出会いを探しに行ってもらって。それ、そうですね。うん、それがいいと思う。ね、動いてください。どこに入ったからなれるとかっていう感じが。そうなんですよね。ムーブしてください。ムーブ。お三方が思う最高のギターサウンドを出しているプレイヤー教えてください。まあ好きなじゃないので、好きだっていいと思うよ。どうしたの、編集するの。あ、そうですね、あの大丈夫かな、大丈夫かな。日本で言うと、はい、今堀恒雄さんっていうギタリストがいて、はいはいはい、まあ、結構あの井上陽水のバックとかでも弾いたりとかするんですけど、はいはい、もうその人のサウンドは、う
結構昔から好きですね。ガイタレ初期のロバートフリップとかすごいなと思いますね。ライブの音とか、ハイワットの中島みゆきのアルバム「愛していると言ってくれ」っていうアルバムの中で「化粧」っていう曲があるんですけど、そのギターが一番すごいなと思う。誰だ弾いてんの、誰だっけなって調べたんですけど、あんま出てこなかったんですけど、それはやっぱね、なんか音がすごいなと思って、もうめっちゃ泣いてるんですよね。サウンドだったら、ネルス・クラインっていうギタリストがいるんですけど、その人が好きですね。誰ですか、ネルス・クラインって。結構ジャズ系の、なんか結構ソロでもいっぱいアルバム出してるんですけど、うん、アルバムごとにやってることは全然違くて、というか、まあ、フリージャズっぽいといえばフリージャズっぽいのかなって。それ聞いて酒飲んでるんですね。いやでもあんま聞いてないですそう聞かれたらそうか。3人がギターを始めた頃によくコピーした楽曲を教えてください。ディープパープルのスモークオンザウォーターを、いやーこのソロいつか弾いてみてな。これどうやって弾くんだろうな。あ、南が分かりそうな感じがする。あ、僕はピローズを弾いてましたね。特に何の曲とかあります？ボートハウスって曲は結構マニアックかもしれないですけど、それを弾いてました。今ピローズファンが歓喜してます。最初に友達とやったのはどっちだと、スネイルランプかセンチメンタルバスか、スネイル買ったゴンゴンギターズの譜面がそれだった。スネイルランプ出てくると思わなかったな。お三方の好きなタレントが知りたいです。本当に知りたいですか。僕タモリさんです。圧倒的にタモリさんです。おろ、はい、あ、そういうのでいいのか。僕はその全然最近あれですけど、中高校受験前のなんかすごいストレスが溜まってた時期に、星野真里さん、あ、星野真里さんって金八先生の娘の人のブログを読んでずっと癒されてました。あのちょっとショートカットのね。あ、そうそうそうだよね。そうですそうです。テレビ見ないんでちょっと。芸人とかでもいいですか。なんかいつ見ても笑えるなっていう思うのはやっぱり中山きんに君。初めて見たの中学生ぐらいの時だと思うんですけど、うん、ずっとやってること変わらないよね。力技だけでずっと面白いなと。確かにずっと面白いです、ファンコジさんで働いていて、これは辛かったな、きつかったな、これは面白かったな、楽しかったな、まあなんか思い出ですかね。最近なんですけど、はい、あのこの間出た、スタインバーガーのベースのピックアップ作りましたってなったじゃないですか、うんうん、まあ、あれで結構レーザーカッターとかやり始めて、うわなんか夢広がるなみたいな。あ、なんかいいこと言った、うん、はい、みなみさんどうですか。僕はじゃあなんかちょっと別角度からで言うと、だからなんか見習いみたいな感じで入ってた時に習ってきたことがここのお店全然違うんですよ、うん、だからそのやり方というか、そのすり合わせ一つとっても、いやここもうちょっとこうだねっていうのをずっと、うん、まあその時僕一人しかいなかったんで、うん、店長と僕もう夜中3時とかまでなんか付き合ってもらって、うんうん、すり合わせをなんかすごいやってたのがもうめちゃめちゃ覚えてますね。青春ですね。まあ、その時はきつかったと思ってたかもしれないけど、うん、まあ、今となってはすごいいい思い出だな、うん、経験だったなと。はい、はい、館長どうですか。なんか前売ったギターをなんか生配信で私買いましたみたいな。あ、で実際にお店に来てくれたっていうのが、なんかそんなことあるんだと思って。 あれはそうですね。まあならではですよね。そうですね。ここで働いてるからこそ来たことかなっていう、うん、あれなんかすごいいい、最後はいいなって感じですけど、まあ、カラーの天才この質問からの天才さんです。館長へ、ミッシェルガンエレファントの曲では何が好きですか。いい質問。今の気分だとプラズマタイプで、一応南さんにも来た方がいいんじゃないですか。オープンですか。いじけるなベイベー。お、すいません全然知らないです。ありがとうございます、はい、動画撮影において会いたいゲスト、来てほしいゲストは誰ですか。僕はもうね、会いたい人はもう結構会えてる。結構幸せですよね。ここのなんかお店でっていうのを考えると、クッキーとか来てほしいです。あ、でもありえギターやってるし、ありえますね。とかまあ
大御所だと奥田民生とか来たら面白いなと思ったんですけど、じゃあ館長も奥田民生さん、奥田民生さん、そうですね、機材好きだし、とご存命だったら藤岡幹夫さんとか、いい話になっちゃうね、これは会いたかったなって感じはあります、ね、なるほど。まあさっきと被っちゃいますけど、今堀恒夫さんは、はい、ちょっと遊びに来てほしいですね。なるほど、はい、でも届くといいですね、その気持ちがね。はい、ちょっと僕らはちょっと福山雅治さんに来てほしいなって思ってますけど、ね、おそれは熱すぎます、ね、熱すぎます。で、ケンケンに熱く語ってもらった日本のクラフトだと思うんですよめっちゃいい動画になりそうです、うん、館長さんに、国分寺に来て一番良かったことは何ですかみんな一番とかすごいね。一番いっぱいある。静かになあ、今思いつきました。進行屋の時、自分の席が携帯が圏外だったんですよ。あ、どうしよう。そうそう、そう電話番みたいな感じなのに圏外困ったなみたいな、はい、電話取りに電波取りに行かなきゃいけないみたいな。お三方の好きな食べ物を教えてくださいはい、じゃあパンパパンと、はい、どうぞ。はい、僕薬味が好きです。マジで。そう、食べ物よりも薬味の方が好きです。はい、南君。僕は最近ラーメンばっか食べてますね。じゃあ藤田君。コロッケが好きです。藤田君最後でよかったなこれ。野上さんのシックスティースなファッションが自分も好きなのですが、どこで買われているのでしょうか。ご教授ください。古着屋さん絶対高いんで、はい、メルカリのみです。あと、もらうことがほとんどです。あの、今履いてるベルボトムもお客さんからもらったものです。大切な。ありがとうございます。高校生です。うん、私もギター大好きで、リペアマンになってみたいという夢がちらついたこともあるのですが、リペアマンって家庭を失っていけるほど食べていける職種なのか本気で気になります。皆様すごく楽しそうで本当に憧れるんですが、長い人生という視点から見て、リペアマンとしてのお勤めの現在、何か思うことはございますでしょうか。今の高校生らしい質問ですね。これでも一本の動画になるぐらいだと思いますけど、ね、そうですね。だからリペアマンは食っていけるのかっていう、家族を養えるのかっていう。何人家族予想する何人するみたいな。まあ3人みたいな。それ子供は秘密大学出す。具体的なことを、ね、あの大人になると考え始める。養えるか養えないか。養えるか養えないか、それはもう頑張り次第じゃないですか。まあ黙ってやってみればいいんじゃないですか。働きたいところで働いて、足りなかったら別で働いたりしたらいいんじゃないですか、ね、食えるかどうかがちらついちゃうくらいだったらやめた方がいいね。そうですね。なんかすごいですよね、今の高校生の子たちってなんか家族のこと考えるんですよね、将来の自分の家族がみたいな、今ですら考えたことないですよ。考えたそうですね。家族できなかったらそこまで考えて仕事選ぶんです。いや、そうなんですよね。女の子に持ってほしいギター。僕はフルアコですね。その頃ははい、その心はやっぱ女の子はでっかいギター持ってるってなんかキュンとしますよ、ね、ああなるほど、はい、うん、俺もね結構、俺もそれで言うと、まあ、サンコとか、あ、意外と持ってる人いないいないですね。あ、さあ落としていただいてこの前なんか近所の女子大生ぐらいの女の子がなんかこれ初めて買ったベースなんですって言って、すごいなんかいかついビザールのベース持ってきて、へえ、それすごいなんかあ、いいなって思いました。なんかちょっとビザール好きとしてもね。そうですね。あとでいいなと思ったのは、うん、東海のケース背負ってる女の子を見るとなんかいいなと引っ張られてる引っ張られてる。好きなピックアップの巻き数。ああ、僕はあのうちのオリジナルのテレキャスピックアップのリアの巻き数は本当に素晴らしいなと。いいですよね。もうベストだと思います、うん、はい。ファンコージさんスタッフ入隊への必要条件は求めるものは何ですか。受け入れる心ですか。受け入れる心ですか。え、それ君の君の気持ちじゃなくて、それはそうですね、だから空気読む力、空気読む力みたいなみんな精神性を語る。野上さんのメガネにはドア入っていますか。はい、めちゃめちゃ入ってます。はい、ありがとうございます、はい、外すとも見えない。全然ボヤボヤです。ああ、はい、必要ですね。もう常に必要です、
この前トイレに落としてましたけど。え？そうですね。どこのあのこの写真ありますよ。あの翌日見えないよって言いながら出勤したんです。はい。それトイレに落ちたんですか？メガネないんですよって言ったらトイレに落ちてたよって言われて、お恥ずかしい限りです。はい。はい、お三方へ好きな映画教えてください。多分人生で一番見てる映画が南極料理人っていうのを2週間か月に1回見てるんで、え、あの食欲なくなると見るんですよあれを。それ違う意味で見てるよねなんか。いやなんかそういうなんかこう、あ、食べるって大事だなみたいな。ああ、多分日本で一番見てる人かもしれないね。かもしれないです、ね、坂井正人が。そうですね、もうちょっとキャラクターもいいですね。うん、はい、うん、見たことあります。大好きです。はい、僕ベスト3は決まってて。あ、ベスト3お願いします。3位トイストーリー、2位ジュラシックパーク、1位バックトゥザフューチャー。もうめちゃめちゃ王道です。もうテーマパークみたいな。じゃあ館長お願いします。自分もバックトゥザフューチャー。はいはい。むしろあんまり映画見ないんで、はい、なんかあれぐらいじゃないと。なんか見ないですね、見え切れないですね。楽しめない感じが。歴代ベストヒズミエフェクタートップ3。1位、はい、ガッシュ。はい、うちのやつですね。はい、はい、で2位、はい、さ、押してくんだね。だってシリコンファーズで、シリコンファーズ、はい、ファンクファーズね。はい、ファンクファーズですね、はい、で第2位が、はいはい、ちょっとまだ動画出てないかな、ツーノブの次のゴールデンバルブみたいなのができてるんですけど、はいはい、あれが2位、はい、で1位はガッシュ。ガッシュ、はい、みなみくん、そうなるよね。3位いいんじゃないですか。それでいいと思う。総意みたいな感じかもしれない。僕、あの、沢尾さんのエフェクター作ったじゃないですか。うん、それをなんか、レコーディングで使ったら、めちゃめちゃ使いやすかったっていう。うん、だからなんか。撮って後からいろいろエフェクトかけたりもするし。はいはい。だから、どれだけこう、最初の撮り音がすごいいい音かみたいなのって結構大事な。うん、そうですよね。そういう時に進化を発揮したと。発揮しましたね。うん、はい。もう、なんかもう、混在してるトップが。うちのエフェクター。なるほどね。南くんといえば個人的にソリッド短板ボディ好きのイメージを持っています。そんな南くんの初の制作ギターもレスポールジュニアスペシャルのような形だったと聞いています。なんか言いましたっけ。わかんない。ぜひその初号機を紹介していただきたいと思います。これお願いじゃん。あれか、でも全然もう作り荒いし、うん、もう2年生の時作ってた感じで、うん、微妙ですよ。もうほこりかぶりまくって、まあ、今こんな状態になっちゃってますけど。そうです。これが最初に作った。うん、最初に作りましたね。これなんか別に僕はあんま紹介したくないんですけど。僕はね、あの3作目に作った、はい、紹介してください。じゃあ、あ、それね、もう人に言っちゃったんですよ。終わっちゃったんですけど、うん、あ、写真あるんで。写真があります。そのソリッド好きと思われてるったらしいですけど、そんなことないやつだと。フルアコを作ったんですよ。お、こんなやつですね。オリジナル、これをオリジナルの形で初めて作ったやつなんですよ。ということで、今日はですね、現役スタッフのお三方に集まっていただきまして、質問コーナーをさせていただきました。まあなんか第2回は生配信でもいいかなと思うんですけど、どうでしょうか。あ、もう全然お手柔らかにお願いします。はい、僕も結構やったんで、野上くんと館長に出てもらえたらいいかなと。ぜひぜひ。今度3人で生配信してよ。うちらなしで。いい始まってなんかテスト配信かなんかでいいからさ。また次回があるとすればお楽しみにしていただければと思います。今日はですね、ファンコイさんスタッフ3名にですね、質問コーナーをぶつけてみました。ファンコイさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。